コネクションアワード発表です。グッドクラフト賞発表します。タイガさんの作品はマカロニの形状を生かした素敵な作品になりました。なんとリスも住んでいることを考えた設計で、今後のストーリー展開に期待します。次はお菓子の家かな。交通計画書を発表します。この作品は大隅和人さんの作品です。短期間で多数の鉄道を研究し、写真や動画を撮ってきて発信したことを評価します。今後は本人が声で説明をしてくれたりすることを期待します。おめでとうございます。発表します。根本愛さんです。自分でオリジナルのゲームをデザイン、企画からゲームの作成までができました。草のこだわりと小さい子供から年配者まで遊べるというところがすごい作品になっています。スクラッチプログラミングを初めてチャレンジしたまでにはすごい出来です。皆さんも遊んでください。おめでとうございます。